お待たせいたしました。それでは定刻となりましたので、ただいまから事業仕分けを実施します。本日は最終日となりますが、開会にあたりまして、今回の事業仕分けに多大なご協力をいただいております公創日本代表の加藤英樹様からご挨拶をいただきます。皆さんおはようございます。公創日本の代表の加藤でございます。今日で、最終日です。3日間で100事業余りについて、広島県の事業の事業仕分けを行っております。傍聴者の方、あるいはその県の職員の方にも改めて申し上げるまでもないと思うんですけれども、この事業仕分けですね、昨年の11月以来、政権が変わって、政府に行政刷新会議という部署ができて、そこで、国の事業仕分けを始めました。そこで、事業仕分けというのが、去年は流行語大賞にノミネートされるぐらい、この一気にこの言葉が広まってブレイクしたわけですけれども。その中でややこうテレビ放映で、が行われて広まったのはいいんですけれども、少し誤解もされているところがあるかなと思いますので、その点について一つ二つ私からここはこうなんだということを申し上げたいと思います。一つはですね、事業仕分けというのは予算の審議でもなければ政策の議論をしているわけでもないわけなんですね。例えばスパコンについて、スパコン、世界最高クラスのスパコンを作ることがいいとか悪いとかっていう議論は、1時間半の中で議論されたわけでは全くないわけです。知らない人が、科学者まで含めて、いや、科学技術を否定するのはけしからんというような、とんちんかんなことを言い出したりしてますけれども、事業仕分けっていうのは、使われたお金のチェックなんですね。使われ方が本当に国民にとって役に立つ使われ方であるかどうか。スパコンであればスパコンを作ることがいい悪いではなくて、そのスパコンの予算はこれは国会の審議を経てつけられたものだ。それはそれで大前提とした上で、本当にこの世界最高クラスの技術水準をの研究者を作り、スパコンを作ることによって、そのスパコンが日本のいろんな分野の研究者にとって役に立つように使われているかどうか、世界一の世界最高クラスの機械がきちんと作れるような使われ方をしているかどうかというと、このままではそうならないんじゃないかという議論が行われたわけです。ですからこの場でも全く同じであって、こういうことに予算をつけるべきかどうかではなくて、この予算をつけたときに前提となった趣旨、その目的をこのままでは達成できるかどうかということを事実関係に基づいて議論するという場所だということです。従いまして、くどいようですけれども、その資料の中にですね、平成19年、20年、21年、過去に使われたそのお金のその実績がそこに資料の中にあるわけですから、その今までの使われ方がいいかどうか、事実関係のチェックなんだということを改めて申し上げたいと思います。その上でですね、いろんな議論が行われます。で、議論の結果として、この今までに使われたお金の使われ方からすると、もうこの辺でやめてもいいんじゃないか、あるいは一度立ち止まって考えた方がいいんじゃないか、これは大いにその使い方を変えていった方がいいんじゃないか、そういう意味合いで、その要改善とか、不要だとか、あるいは継続という言葉で最終的に仕分けるわけなんですけれども、この結論の不要だとか、継続だということだけではなくてですね、ぜひ、このよく聞いていただきたいのは、その議論のプロセスなんですね。
どういう議論がそこで行われたかっていう、むしろ中身が非常に大事であって、結論だけ、ということではないということも言うまでもないことなんですけれども、改めて、頭の中にこの置いて、傍聴なり、あるいは議論に加わっていただければなと思います。こういう議論をすることによって、しかもそれがインターネット中継も含めてなるべく大勢の方に見ていただくことによってですね、ああそうかと、こういうその県の事業というのはこういうことを行われてて、それでこういうところが問題なんだなっていう、その議論全体がなるべく多くのこの県民の方にこう行き渡るっていうのが大事なんだと思います。多分県の職員の方もですね、今まで考えてもなかったようないろんな質問が出てくる、ああそうかそうか、そういう観点でやっぱり見ないといけないのかなということを必ずここで、新しい体験として得ていただくことができると思いますし、それから傍聴者の方、インターネット中継を含めて傍聴者の方もですね、ああそうかと、その県の予算というのはそういうふうに使われているのか、そういう目で見ていくとこういうふうになるのかということをですね、ぜひご覧いただきたいな。でその過程の中で、そのあるものについては県の職員の人の説明が不十分だと、もうちょっとちゃんとこう分かっておいてほしいなということもあるでしょうし、あるものについては やっぱり県の職員の人も大変なんだなと、いろいろそのいろんなことを考えながらやっぱり行政というのはやってんだなということも、その理解していただくこともできるんだと思います。ですからあくまでもこのなんかこう何ですかね、つい言葉が激しくなったりして、ややこう勝負の場所みたいになる面もなきにしもあらずだと思います。私はそれはそれでも議論が大いに盛り上がるのもそれはそれでいいと思いますけども、ただそれだけじゃなくて、やっぱり行政ってのは大変なんですよね。その県全体のことを考えないといけないですから、そういうですからいろんな面が見えるっていうのがこの公開でやることの意味ですし、事業所分けで一番大事なことだ。でこういうことを去年の12月知事が変わって、去年は まだやや試行という面もありましたけれども、今回は本格的に100事業についてやります。こういうことがその継続的にそのなるべく大勢の方に浸透していくっていうのが最大の効果なんだと思います。そういうことを含めて今日は我々構想日本チームそれぞれの班に3名ずつ、コーディネーターを含めて3名ずつ入ってますけれども、一生懸命やりたいと思います。地元の県民の方もですね、この連休中に時間をすべて作ってきていただいて、継続して3日間やっていただいておりますので、きっといい議論ができると思います。傍聴者の方についてもそういう議論をよく見ていただいて、また後でアンケートもお願いしていると思いますけれども、ぜひ率直なご意見をいただいて、また広島県あるいはその他の自治体、国についてもですね、ここでのやり取りを含めてもっといい仕分けが広まっていくように私も努力していきたいと思います。一日よろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして、本日事業仕分けを行っていただきます委員の皆様をご紹介いたします。第1班の委員の皆様でございます。コーディネーターの中村様、外部委員の海藤様、宮島様、以上の皆様は構想日本の仕分け人としてお越しいただいております。続きまして、県民委員の加藤様、加藤です、よろしくお願いします。戸井様、本郷様、よろしくお願いします。土井様、おはようございます。続きまして、第2班の委員の皆様をご紹介します。コーディネーターの新井様、よろしくお願いします。外部委員の丹治様、おはようございます。山内様、おはようございます。以上の皆様は構想日本の仕分け人としてお越しいただいております。続きまして、県民委員の安藤様、
川崎様、原田様、山内様、最後に3班の委員の皆様をご紹介します。コーディネーターの小瀬村様、外部委員の鈴木様、南様、以上の皆様は放送日本の仕分け人としてお越しいただいております。続きまして県民委員の伊藤様、川瀬様、吉川様、宍戸様、本日の仕分け作業の大まかな流れにつきましては、傍聴者の皆様のお手元にお配りしておりますスケジュールに沿って進めさせていただきます。